はい、こんにちは。今回は全勝の若きホープが熟練ボクサーに KO された試合を紹介いたします。元 WBO インター王者のジェイソン・パガロを兄に持つアルバート・パガロはアマチュアで数百戦の経験をしてプロデビューしました。身体能力、反射神経に優れたパガロはデビュー以来26連勝を飾り、世界王者になると期待され、22歳ながら WBC スーパーバンタム級1位になりました。2016年7月、世界戦の準備としてセファル・フアレフと戦い、初回左フックを絶妙のタイミングで合わせてダウンを奪いました。ダウンを喫したフアレスはここまで5敗しておりますが、7ヶ月前にあのドネアを後半めった打ちにしたタフなボクサーでした。プロ叩き上げのフアレスは練習量豊富なせいで回復が早く、圧力をしっかりとかけ、徐々に天才ボクサーを削りにかかり、見栄えは悪いのですがダメージを与えてきました。実は私はフィリピンフェブ島でパガラの練習風景を数十回拝見しましたが、練習量はさほど多くなく、また他のボクサーを見下した態度が見られ、ボクシングに真摯に取り組んでいると思えなかったので、この先世界王者になるのは難しいと感じたことがありましたが、この試合では才能では大きく勝っていましたが、ボクシングへの取り組みの差が大きかったせいか、中盤から猛打を浴び第8ラウンドにダウンを奪われました。アマチュア時代、オリンピックに出場したマイケル・カシディスは、プロ入り後全勝で、2007年12月、WBO 世界ライト級暫定王者となり、3ヶ月後にホエル・カファマヨールと戦いました。カシディスは、勇猛果敢な攻撃型ボクシングを得意とし、ここまで23戦全勝、20KO の戦績を誇っておりますが、初回カファマヨールに2度のダウンを奪われました。キューバ出身のカファマヨールはこの試合が40戦目で、アマチュアでも400戦近く戦い、オリンピックで金メダルを獲得した経験を持ち、36歳ながら熟練したテクニックで強豪ボクサーを打ち破ってきました。全勝のカシディスは前進しながら力強いパンチを振るいますが、ベテランのカファマヨールは巧みに攻撃を避け、カウンターを狙う展開が続きました。パワーあふれる攻撃を続けるカシディスは徐々にベテランのカファマヨールを捕らえ、第6ラウンドにダウンを奪い返しましたが、百戦錬磨のキューバ人は冷静に相手の攻撃を避け、カウンター攻撃を貫き、カシディスのパワーあふれる突進を食い止めました。迎えた第10ラウンド、ベテランのカファマヨールが強烈な左フックをカウンターで合わせ、再度ダウンを奪い、起き上がった全勝のホープをラッシュで仕留め、カシディスの全勝をストップしました。
Boom, it gets caught right on the jaw. I didn't even see that punch coming. He was focused. Joel! Castillo!自慢の強打を序盤から振るって、対戦相手を次々と沈めてきた渡辺選手は、7戦目で赤木選手を破って日本王者となり、10戦全勝、10KO の戦績を引っ提げて世界ランキング1位に駆け上がり、世界挑戦しました。もうスタートから渡辺コールです。東京体育館、デビュー以来常に相手を倒すことだけ実践してきた渡辺選手は、初めての世界戦でもいつも通り前に出て、世界王者に強打を振るいました。まま計りの上に乗るという余裕の計量です。22歳の渡辺選手は日本王者や元世界王者を KO で破って勢いがあり、世界王者になると期待されておりました。一方、王者エルナンデスはアマチュアで4戦全敗と苦労しながらプロ入りし、デビュー後は26戦全勝と経験とテクニックを習得して世界王者になりました。王者エルナンデスは身長が180センチもあり、普段は距離を取ってアウトボクシングを得意としますが、渡辺選手の猛烈な突進を食い止めるため、この試合では接近しての打ち合いがいいと判断し、打ち合いに応じました。迎えた第6ラウンド、王者エルナンデスの多彩な左を使ったコンビネーションが冴え渡り、一方的になったところでレフリーは試合を止め、渡辺選手の連勝がストップしました。レフリーがストップをかけました。ジャフェスリー・ラミドはアマチュアで200戦近く戦い、全米王者に輝き、プロ入り前から井上尚弥選手のスパーリングパートナーを務めたほどのエリートボクサーで、デビューわずか3年で元世界王者の岩佐選手と拳を交えました。23歳ながら抜群の距離感を誇るラミドは岩佐選手を寄せつけず、ほぼ全てのラウンドを支配し、一方的な展開で勝利しました。岩佐選手を完封した半年後、ラミドは自分より13歳年上のテレンス・ジョン・ドヘニーと戦いました。ドヘニーは全盛期を過ぎた元世界王者で、ラミドにとっては世界への踏み台と思われ、初回いつも通り距離を測りながらスピードのある右ジャブを放ち、相手に触れさせない展開を作ろうとしていた最中、ドヘニーの強烈な左オーバーハンドを不用意に被弾し、ダウンを喫しました。誰もが若き天才ボクサーが勝利すると思っていたので、会場は騒然となり、若き天才は立ち上がって再会に応じましたが、ドヘニーの追撃に逃げるのが精一杯で、おそらくレフリーは若き無敗のラミドの回復を願ったと思いますが、試合を終焉せざるを得ませんでした。
キム・カンスンはアマチュア時代142勝6敗の戦績を誇り、1988年ソウルオリンピックをはじめ9つの国際大会で優勝した才能あふれるボクサーでした。2年間のブランクを経て1990年にプロデビューしたキム・カンスンは5戦全勝し、わずか6戦目に WBC 世界ライトフライ級王者ウンベルト・ゴンザレスに挑戦いたしました。当時ゴンザレスは33勝1敗の戦績で安定王者でしたが、キム・カンスンは得意の接近戦に持ち込んで回転の速い連打を放ちペースを握りました。しかし王者ゴンザレスは終盤強いプレッシャーから連打を集め、徐々にキム・カンスンを弱らせて12ラウンドについにダウンを奪いました。起き上がったキム・カンスンに王者ゴンザレスは襲いかかり、安定王者対元金メダリストの戦いに終止符を打ちました。